はい、どうも、ポワルンです。えっと、今日なんですけど、休みの日の一日の食事を紹介していこうかなと思います。で、入社して今、1ヶ月半ぐらいなんですけど、まあ、仕事結構難しくて、なかなか覚えられないんですよね。まあ、結構覚える量も多いし、ちゃんとした研修制度とかもないので、もうやりながら自分で勉強して覚えていくしかないんですよね。で、普通に仕事してるだけじゃなかなか覚えられないので、まあ、土日のどっちか使って、まあ、朝の2時間、2、3時間ぐらいを使って、 まあ最近は毎週カフェ行ってますねでまあモーニングが食べられるんでカフェで、まあ、そこで朝ごはんとコーヒー飲んで、まあ、23時間、まあ、ちょっとやってえっとその後まあジムあるんでまあジム寄って、まあ、一旦昼帰ってこようかなと思いますまあそんな感じでじゃあとりあえず朝ごはん行ってきますはいということでこれがカフェのモーニングですねコーヒー合わせてだいたい500円ぐらいなんですけど まあ、朝ごはんにしてはちょっとね贅沢というか高いですねまあでも休日をこんな感じで、まあ、優雅に始められるっていうのでまあいいですねあしかも作業するのでその場所代としてもいいしまあそうこ,んこんなに豪華な朝ごはん食べるんだったら、まあ、23時間頑張るかみたいな気持ちにもなれるんでまあこれは まあ自分へのご褒美かなというか投資かなっていうふうに思ってますねでちなみにこのサンドイッチはツナと卵かなでこっちがまあポテサラと普通のサラダみたいなで、ね、こっちなんかヨーグルトかなこんな感じで結構美味しそうですねじゃあ早速食べていきますはいということでこんな感じで朝ごはん食べていきますでコーヒーはいつもね砂糖とミルク入れてますねなんかブラックコーヒーじゃあ,あんまり味がないっていう風に感じちゃうので まあ、ホットコーヒーの場合は、砂糖とミルクで、アイスコーヒーの場合は、まあ、ガムシローとミルクかな。まあ、そんな感じで、いつもコーヒーを飲んでますね。コーヒー自体はまあ、好きなんですけどね。ん,んで、えっと、サラダを食べていくっていう感じですね。サラダはまあ、普通に美味しかったですね。なんか、ポテサラあると、すごいありがたいというか、得した気分になりますね。そして次にメインのサンドイッチを食べていきます。なんか、カフェで食べるサンドイッチって、なんでこんなに美味しく感じるんですかね。 なんか食パンで作ってるから家でもね作れそうなんですけどなんかカフェに来るとサンドイッチ食べたくなりますねでなんか普通に間違いなくいつも美味しいのでなんか不思議な感覚ですねそして最後に、えっと、ヨーグルトかなブルーベリーみたいなソースもついてて結構ね美味しかったですこれもはいということでいろいろやってたらもう夕方になっちゃったんですけどまだ昼ご飯食べてないのでこれからは食べるんですけどあ YouTuber のヒカルがおすすめしてた ブロッコリーと鶏肉のお店があるので、まあ、それが UberEats で頼めるらしいのでちょっと今から注文していきたいと思いますすいません,ませんありがとうございます,すいまんなんかレシートのとこにメッセージ書いてありました当店をご利用いただきありがとうございますまたのご利用お待ちしておりますサブアナイスでって書いてありましたね、うん、ちょっとこういうのなんか癒されますね <laughs> はいということで UberEats 来ましためちゃくちゃ美味しそうですね まあ、ブロッコリーと鶏肉は筋トレの後に体にいいらしいので、まあ、今から食べていきたいと思いますで。個人的にこのお店の好きなところはブロッコリーと鶏肉ももちろん美味しいと思うんですけどこのソースがまあ選べる、まあ、追加できるんですけどそれがかなり嬉しいですね。まあ、これがごまでこれがマヨネーズと七味かなで。これがカロリーオフのマヨネーズでこれがまあチリソースでこれはなんか和風ソースだったかな。確かそんな感じなのでちょっとまあ今から食べていきたいと思います。最初何もつけずに食べるか。 うん、うん、めちゃくちゃ美味しいですね最初はマヨネーズで食べますうんうんもちろん合うねこれは次和風の方いこうかなうんつけすぎたかうんうんうまいわじゃ次チリソースつけてみます ちょっとでいいかなああなるほどうんおいしい、うん、てかウーバーイーツってちょっと高いんですけどめっちゃ便利ですよね僕実家がウーバーイーツが来ない地域だったのでそのぐらいまあちょい田舎ぐらいだったので、まあ、来なかったんですけどちょっと使ってみて めちゃくちゃ便利ですねなんか頼んだ時は3 4 0分待つみたいに書いてあったんですけどものの15分ぐらいで来たのでめっちゃ便利かなって思いますねはいということで完食しましためちゃくちゃ美味しかったですねで、まあ、今ちょっと夕方なので夜ご飯少し遅い時間になっちゃうんですけど、まあ、夜ご飯はを自炊しようかなと思いますはいということで今から夜ご飯を作っていこうかなと思いますでひき肉を大量に買ったので,でそれ まあ予想通りなんですけど使いきんなくてでこれからちょっとねガパオライスを、まあ、ちょっと多めに作って作り置きみたいな形でやろうかなと思いますでちょっと明日から弁当生活を始めようかなと思うのでちょっとまあ弁当のおかずみたいな感じにもしていこうかなと思いますはいということで今から作り置きのガパオライスを作っていきますで僕もともと作り置きにすごい憧れがあって まあ、一人暮らししたら絶対作り置きやろうって思ってたんですけどで今回ね人生初の作り置きっていうことでちょっと張り切ってたんですけどまあ作ってみた感想はやっぱり作り置きって量を結構作るからそれが若干めんどくさいかなって思いますねうんでもね、まあ、実際作ってみて結構まあ楽は楽なんですよねやっぱり平日冷蔵庫にあるものを、まあ、作り置き温めて まあやるだけなんで弁当にも入れられるし結構楽ではあったんですけどやっぱり自炊自体ん,なんかこんなに自炊ってやっぱり手間かかるもんなんだっていうのを再確認しましたねまあ自炊ってさなんか大量に作ってみんなで分けるってなるとかなり安く済むと思うんですよねだから家族とかまあ子供とかいる人は自炊した方が一人分の食費としてはかなり安くなると思うんですけど 1あの一人暮らしって考えるとなんか自炊しても、まあ、外食とかしてもなんか、まあ、なんかコンビニとかで買って食べてもなんか結果的な値段ってそんなに変わらない気はしててで、まあ、手間とか考えると本当にトントンというか,なんかむしろ自炊の方がなんか作業効率的には悪いのかなという気もしてるんで、まあ、そんな感じですね。 で今回のガパオライスの味付けなんですけどまあナンプラーとかは入れてないですねもちろん醤油とオイスターソースとウスターソースとみりんだったかな確かそんな感じで、まあ、和風な感じのガパオライスなんですけど味はねもちろん結構ね、まあ、普通に美味しかったですねはいという感じでこんな感じでガパオライスの完成ですはいはいということで完成しましたまあ一応ガパオライス風の まあ適当に味付けしたひき肉炒めなんですけど、まあ、多分普通に美味しいと思いますねじゃあ先にこれを割っていきますうんなんか久々にこんなに量多く作ったんですけどやっぱ量多いと味付け難しいですねなんかちょっとみりん多すぎたなちょっと甘すぎますねちょっとで今日作ったこのガパーライス明日弁当で持っていこうかなと思うんですけど 毎日弁当って考えるとめっちゃめんどくさいですねなんか毎日自炊するのもなんか効率めちゃくちゃ悪いような気がしてますねまあ自炊自体も時間かかるんですけど準備と後片付けでめっちゃ労力も奪われるし時間も取られるのでうん,なんか自炊もなんかまあ週2回ぐらいでまとめて作った方がなんかいいような気がしてきましたあとちなみにニトリで買ったこの机が今日届いてめちゃくちゃ快適ですね なんかまあ、この前まで、ドンキで買った2000円ぐらいのめっちゃちっちゃい机使ってたんですけど、あれめっちゃ使いにくくて、まあ、ベッドに座ってやってたんですけど、マジで快適ですね、これ。はい、ということで、休みの日の一日の食事は大体こんな感じですね。で、まあ、自炊と外食のバランスはちょっとこれから考えていこうかなと思ってるんですけど、毎食、まあ、外食で食べるってなると、うーん、まあ、 楽は楽ですね、そっちの方が多分。楽だし、効率はめちゃくちゃいいと思うんですけど、うん、まあ自炊もやっていきたいんで、そこのバランスが大事ですね。毎食自炊してたら <laughs>、まず人生のほとんど自炊に使うことになっちゃいそうなんで、うん、ちょっとそれもそれで良くないかなと思うんで、うん、ちょっとやりすぎず、うん、やらなすぎずっていうところ、バランス、まあ、いい落としどころ見つけていか,いかないといけないなと思いました。 ということで今日は終わりますお疲れ様でした